皆さんこんにちは。日本の俳優である中村徹さん。今回は中村徹が泣きながら告白した妻は塩井迫の現在の病状と余命宣告された実態について紹介します。まずは中村徹の履歴とプロフィールから紹介します。中村徹は日本の俳優、タレント。専修大学在学中だった1985年に映画ビーバップハイスクールの主演オーディションに応募した中村徹さん。主役の徹こと中間鉄と名前が似ていたことで原作者のイメージとぴったりだったことから見事合格。こうして映画初出演ながら主演という大役で芸能界デビューを飾った中村徹さん。日本アカデミー賞をはじめ数々の賞で新人賞を受賞。185cmという高身長に整った顔立ちで若い女性からアイドル的な人気となりました。その後ドラマ危ない刑事に出演し幅広い層からの支持を獲得した中村徹さん。芸能界きってのプレイボーイと呼ばれたこともありましたが1995年9月に女優の鷲尾いさ子さんと結婚しました。モデルとしてデビュー史女優としても活躍していた鷲尾さん。1989年の鉄骨飲料の CM がきっかけでブレイクしました。中村徹さんと鷲尾いさ子さんが出会ったきっかけはドラマでの共演。1992年の NHK 大河ドラマ信長俺たちルーキーコップで共演しています。共演中に中村さんが鷲尾さんを食事に誘ったことがあるそうですが興味がなかった鷲尾さんは断ったそうです。それから2年後の1994年にテレビ局で再会した中村さんと鷲尾さん。すると急速に距離が縮まり交際からわずか10ヶ月でスピード結婚しています。当時の芸能人の結婚というと豪華な結婚指輪に派手な披露宴が定番。ところが中村さんと鷲尾さんは挙式の予定もなく結婚指輪もないという地味婚でした。この年2人の後に結婚を発表した芸能人の多くが地味婚。そのためこの2人が芸能界における地味婚の走りだと言われています。多くの人々から祝福されたのは良い意味で芸能人らしくないからなのでしょうね。しかし鷲尾いさ子さんが現在難病を患い闘病中との噂があるのです。中村徹さんと鷲尾いさ子さんは1995年に結婚し元祖地味婚と言われおしどり夫婦として知られています。2人のお子さんにも恵まれ幸せな結婚生活を送っているかに見えました。しかし2013年に一部メディアで鷲尾いさ子さんが数年前から闘病中と報道されたのです。一人で外出するのも困難だそうで長らく闘病生活を余儀なくされています。ただ車椅子で移動しているという目撃情報はないのであくまで憶測となります。育児が落ち着いたタイミングで中村徹さん夫妻は所属事務所から独立し共同で芸能事務所を立ち上げています。しかしこの頃からポーラのモデルになった鷲尾いさ子さんが激痩せしていたり子育てのことにコメントしなかったことから不仲説や離婚説がささやかれていました。その後2013年4月の週刊誌によって鷲尾いさ子さんが数年前から難病を患っていることが発覚。事務所も認めていますが病名については公表されていないようです。2013年時点で数年前には患っていたということなのでかなり長い間闘病生活を送っているようですね。近所でも3年ほど前から鷲尾いさ子さんの姿を見かけなくなったと言われていました。鷲尾いさ子さんが病に侵されたのは40代だったそうでひどい時は歩くのもままならなかったそうです。症状が良い時は買い物に出かけられるほど元気だそうで娘の送り迎えも鷲尾いさ子さんがしていました。しかしだんだん姿を見せなくなり中村徹さんは当時小学生と幼稚園生の娘を一人で面倒を見るようになります。原因不明の完治が難しいと言われる病気でした。歩行や会話も困難になる可能性もあると言われリハビリ治療を続けなければいけません。鷲尾さん一人で出かけることは困難で家族の生活のスタイルは大きく変わったそうです。周囲の協力のもと仕事のペースもキープしたままで主婦業も行っているそうで本当にすごいことですよね。中村徹さんは守り抜きたいものについて家族と即答しています。もちろん家族です。俺の代わりの役者はいくらでもいる。
そんな感覚は今より若い頃の方が強かったと思いますが、妻や子供は間違いなく自分でなければダメな人たちで、自分をどうしようもなく必要としてくれていると思う。堅苦しく言えばそう思うのは責任感からかもしれないけど、守らなければと思うのは確かは塩井佐子さんが病気になり、家族の生活スタイルはかなり大きく変わりました。すべて家事や育児を請け負ってた中村徹さん、ドラマなどの打ち上げも一切参加していなかったのですが、最近は子供が大きくなったこともあり顔を出すようになってきたそうです。今も鷲尾伊佐子さんの代わりにパパともママともたちと交流が続いているそうですよ。また2013年の報道があった当時、中村徹さんはドラマや映画など出演はしているものの、明らかに数は減っていました。しかし2020年頃からはコンスタントに出演が続いています。その様子からお子さんが成長し、鷲尾伊佐子さんのサポートや家事と仕事を両立できるほどになったのかもしれません。鷲尾伊佐子は現在車椅子生活なのか進行状態などは不明ですが、病状は安定はしているのかもしれませんね。鷲尾伊佐子さんの病気は原因不明の難病で、完治が難しいと言われているそうです。ひどいと歩行や会話も困難になり、リハビリ治療が必要です。鷲尾伊佐子さんがかかった病気は一体何なのでしょうか。最も可能性が高いと言われているのは ALS です。ただ鷲尾伊佐子さんが本当に ALS なのかは確証が得られず、あくまで症状から推測しているだけですね。進行すると歩行や会話も困難になり、投薬やリハビリ治療で日常生活を送れる人も増えているそうです。しかし現時点では原因不明で完治が難しいという点が一致します。中村徹さんのみならず娘2人も全力でサポートしているのでしょう。ギランバレー症候群も肢体に障害が発生する病気ですが、 ALS とは原因が違います。インフルエンザなどの病気を患った後に手足に力が入らなかったり、麻痺が広がる症状が現れます。免疫不全によって急速に症状が悪化するのが特徴です。 ALS は年単位でだんだん進行していく病気なので、鷲尾伊佐子さんの状況的には ALS の方が当てはまりそうです。パーキンソン病は手足の震えや体に力が入らなかったりと運動症状に影響が出る病気です。歩行や会話が困難という症状は似ていますが、藤の病ではなくなっています。そのため完治が困難と言われている鷲尾伊佐子さんには当てはまらないでしょう。膠原病も ALS と同様原因不明の難病です。皮膚や内臓の組織、血管に炎症を起こし、様々な臓器に影響する病気です。関節が腫れて不瞬だり変形してしまいますが、投薬で抑えられることも判明しています。自己免疫反応が原因の病気と分かっており、鷲尾伊佐子さんの原因不明の病気には当てはまらないですね。妻が難病となったことで中村さんは、仕事をしながら家事や育児もこなすようになりました。2008年にベストファーザーを受賞した際に、子育ては今の生活の中で最も楽しいこと、学校行事もほぼ皆勤賞で駆けつけていますと語るなど、もともとイクメンとはいえ、働きながら家事も育児もこなすのは簡単にできることではありません。仕事の都合でお手伝いさんや知人を頼ることがあるそうですが、中村徹さんは可能な限り自分だけで家事や育児を行っているそうです。以前は仕事が終わったら打ち上げにも参加せずに直帰をしていたという中村徹さんですが、最近は打ち上げに顔を出すことも増えてきたそうです。きっと娘が大きくなったので家事の手伝いをしてくれているのでしょうね。2010年に公開された映画雪吊りの街の記者会見で、僕は結婚して15年なんですけど、15年前と全く変わらぬ気持ちが今日もここにあるといった感じですと、妻への思いが全く変わっていないと発言している中村徹さん。こんな家族思いの男性と結婚した鷲尾伊佐子さんは本当に幸せ者ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。